笑ってました、私。え、怖い。全然笑ったつもりなかったんやけど。怖っ。マジ笑ってた。キモいね。それはキモいね。笑ってた。怖いね。分からん。笑顔作っただけかもしれん。だからなんか嬉しいことは何もなかったし、別に笑う瞬間ではなかったから、分からん。笑ってみせただけかもしれん。あ、本当笑ってた。じゃあファンの皆さんに笑顔を見せただけかもしれんね。特に面白いことはあの瞬間ではなかったかな。そうそう。そうそう。そうなんです。なんか楽しいこと？いや、特にないっすね。今日も暇でしたしね。今日も暇だったんで、すごい家のことめちゃくちゃいろいろしてましたけど。別に楽しいかって言われたら、特に。家事やってただけなんで、みたいなね。変わり映えのない日々の。楽しいことは特になかったです。普通の日々って感じですか。どっちかっていうと。ピーマンの肉詰め美味しそうだねって。あ、本当？嬉しい。美味しかった。た？美味しかった？おーい。寝た？起きとる。美味しかった？めちゃくちゃね。じゃあなんか全部食べんやろ。あ、本当。よかったよかった。でも私は久しぶりにピーマン食べたけど。やっぱり微妙。いやでも全然あの何結構蒸し焼きにしたからあの全然苦味とかはなかったんけど、あのね本当にあのいい感じにしたからよかったんけど、やっぱ若干後味に若干ねピーマン感が出てきてしまった。若干ピーマン感がちょっとチラリズムしてたんがやっぱダメやったね。完全に抹消できなかったところが悔やまれる。でも肉詰めだったから肉をちゃんとパンパンに入ってたからお肉と食べれば全然美味しかったよ普通に。なあ、あんま気にならんかったよな、ピーマン、お肉と食べればな。いや好きやけど気になる。そうやんな。でもあんまり得意じゃない私が食べてもさ、あのでもなんか苦手な人ってピーマン探しちゃうやん、うん、苦手なものをさ結局探そうとするやんか。その心理が働いたんがめちゃくちゃピーマンを探しちゃったけど、でも無意識に食べれば全然全然苦くなかった。うん、ピーマンをめっちゃ私が探した、全然苦くなかったし、なんだろうな、うん、でもやっぱいい感じに肉と合わせるとうまいなって。でもあんまりいいや。だったらなんか逆にするかな。私の場合はみじん切りにしてあの練り込むって言ったらいいの、混ぜ込むかも。おお、受けかけるとね、あとね、肉じゃがもね、前回はね、ちょっとね、混ぜすぎって、ちょっと煮崩れしたんですよ、じゃがいもがね。でも今回は上手にできましたわ。綺麗だった。煮崩れもせずに。あでも前回はね、煮すぎたというか、なんだ、焼きすぎたというか、ちょっと放置しなさすぎたから、今回ちょっと放置してみたら、いい感じでしたね。見た目ほど味なんか見た感じすごい味濃そうって思ったんだけど、食べたら全然そんなことなかった。普通な感じ。全然野菜の野菜だって野菜の甘みも感じたし、
先生いい塩梅でしたね。よきよき上手にできましたわ。今回はうまかったわ。グッジョブ。そう味染みてた。うん美味しかった。そうそうそう、めっちゃいい塩梅だったな。いやでも肉じゃがってね、意外に作ってみたけどね、とっても簡単だったよ。うん、なんかでも正直なんか昔なんで絶対私説明書読み間違えてたんやな。昔作った時カレーみたいになってたんよ。ぶっちゃけ多分シンプルに水の量間違えてたんやなあれは。うん、あれはね絶対そう。だって普通にできるもん。そうそうそう。まあでもこの世界にはね、得意不得意ってあるからね。料理があんまりお上手じゃない人もねいらっしゃりまするしね。まあ得意じゃないっていうか、もうそのまましませんっていう人も多いからね。この現代社会めちゃくちゃ便利やからね。出前館とかウーバーイーツとかね、出前をすればね家におっても食べれますからね。なんならプロの味がとか、外食が好きやったりとかするとね、外食すると別に料理できへんくてもいいし。そうそう、別にね料理できんくっても、例えばその出前を取るとか外食をするとか、それだけ稼いどけばええ話やからね、正直ね。そう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 、その稼いだお金をどこに使うかっていうだけやから、それをなんかお料理得意じゃなくて外出するのめんどくさいんやったら、そういうね出前系を頼めばいいし、プロの味でいろんなとこを回るのが好きですっていうんだったら外食の旅とかよくやってる人とかさいるじゃないですか。でここが美味しかったとかさ、ここがおすすめですとか SNS に書いたりとかさするわけやから、まあどこにねお金をね使うかっていうだけなんですよ。そうそうなの。お金があるんだったら全然出前した方がいいんじゃない。だってめんどくさいもんね、家から出てさスーパー行ってさ作ってさとかってやるのもめんどくさいしね。忙しかったらなおめんどくさいやろねきっとね。うん、暇やったら全然作ろうとかって思うけどね、暇な人ばっかちゃうからね。忙しい人もたくさんいらっしゃるだろうし、だったら全然、だったらもう出前とかしたいよ私だって。だって自分で作れるには限界があるじゃないですか。だってこれを一回作るためにいろんな調味料だったりとか材料だったりとか買って、じゃあそれを今後使うかってなったら別に使わんかったりするじゃないですか。ってなるんだったらなお、それちょっとさプロの味食べたいよねってなるよな。作るとしたら何作ってるのだって、わかんない、いろいろと作ってますね私結構。うん、結構いろいろと作ってます。全然あ気分によってなんか、私は別に飽き性とかじゃないから、割と美味しいって思うとなんか作ってみて、これめっちゃ美味しいじゃんってなったら割とね、同じのをね週に 2,3 回とか作りがちですよ。結構美味しいってなったらそう、それを結構作っちゃう。うん、
かそれに付き合えるタイプの人が付き合えないタイプの人かじゃない、そのなんだろう、毎日1週間絶対違う献立じゃないと無理っていう人とだったら私は仲良くできないわ、ごめん。1週間に同じメニュー出るもん、結構何個か、やっぱり美味しいって思っちゃうと結構いっぱい作っちゃうし、割となんか結構ね品数とかもさ、まあ、3つ4つとか作るんですよ。だからそういうのでメインじゃなくて副菜的な存在の同じのが出てきちゃったりとかするから、なんかそういうのが無理な人とかはちょっと無理かも、ごめんちょっとごめんって感じ。ライスペーパーでトッポギ作るの初めて見た。あ、本当？一時期ライスペーパーがブームになってた時にめちゃくちゃ SNS で話題になってたんよ。そうそうそう、でその時作ってみてめっちゃ美味しくて、たまによく作ります。それこそ私今日の昼そうだったわ、今日の昼ライスペーパートッポギ作りましたよ。そう、あ、作り置きね、私作り置きっていうことしないんですよね。なんかね作り置きしないんだよね。しかもちょっと多く作っても結局全部食べるんですよ。だからもう作り置きあんましなくて、そうなんかちょっと多いかなみたいな、でまあまあ余ったら明日でいいやんみたいな言うんやけど妹と、結局全部食べるからなんか結局作り置きにならなくて、そう、そう、調味料にこだわりありますか？え、ないない、全然ない。だから調味料もそんな持ってないよ自分もう塩と砂糖と胡椒と粗めの胡椒と酒と醤油とだし醤油とみりんと追いがつよと酢とあと顆粒だしとコンソメとあとにんにくと生姜とケチャップとオイスターソースと焼肉のタレとたこ焼きのタレと、何がある、マヨネーズと、あとは分かる、あ、コチュジャンもある、コチュジャンとあと豆板醤とぐらいしかない。うん、あとまあ普通に油油油とオリーブオイルとごま油しかない。だからこれで作れるもんしか作らない。でも日本食はだいたい醤油と酒とみりんがあれば作れるから何でもグッジョブって感じ。うん、あんなもんね、あんまないね調味料は。なんかすんばらしいない、なんかなんだろう、シナモンパウダーとかない、クミンとかもない。うん、あ、そう、砂糖も使うし、あとオリゴ糖とか、オリゴ糖もありますよ。かもしれない。でもそんなもんかな。ほぼ揃ってる？あ、本当に？わかんない、全然なんかのすごい、なんかすごいレシピのようなのは持ってないです。あのほら乾燥した葉っぱとかさ、なんかスープ系の時に入れるやつあるじゃん、なんだっけ、なあなあなあ、乾燥した葉っぱとかあるやん、香り付けにペッてさ、香り付け、なんかこんな乾燥した葉っぱさ、トマト系のやつ、あ、そう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 、え、ローリー、あ、そうとかない、何も持ってない。トマト系だって嫌いだもん、作る主が嫌いなもんに入れるようなもんは持ってない。
あ、でもコリアンダーとかも持ってないよ。そういうガチ勢のもんは持ってない。うん、とか映えとか望んでないから、マジでああいうのない。パセリとかオリーブと、オリーブじゃないわ、あ、一緒か。うん、バジル、うん、そう、とかない。なんかスープにさ、ちょろちょろちょろってやると映えみたいな、あるとないとだいぶ見た目変わりますみたいな。別に映えを意識しとらんし、 SNS とかに載せるように作っとらんから、なんか持ってない。でもスープとかあれをかけるだけでお店っぽいってなるからね、買おうかな、迷うわ、どうしようって感じ。ちょっと迷うよね、ちょっと映え。なんかね、でも私めっちゃ自炊すんの意外ってメンバーにめちゃくちゃ言われるんだよな。しなさそうって言われる。めっちゃめっちゃコンビニ飯とかスーパー飯ばっか食べてそうってめっちゃ言われるんだ、言われるんだけどさ、あんま食べない。でもスーパーご飯も食べるし、コンビニご飯も食べるよ。なんか自分の食べたい的にモチベーション的にね。なんかそのやっぱさ、スーパーとかさ、コンビニとかじゃないと食べれん、自分ではちょっと作らんなみたいなやつとかさ、やつとかは買うけどね。自分のその気持ち的に今日はこれが食べたい気持ちだとか。あとスーパーに買い物に行った時にお惣菜とかが2割引きとかなっとったら、あ、じゃあちょっとこれ今日ご飯作る一品に足そうみたいなで買ったりとかは全然するよ、普通に。あ、そうね、揚げ物とかは家ではせんから油跳ねるんで、実家とかじゃない限り揚げ物はしんので、ちょっとあの油の処理が大変だし、そうそうそう、もったいないから、そうはもう揚げ物が食べたい時はスーパーとかコンビニとか、そうで買います。そういうものは買う、揚げ物系はスーパーとかで買いますね。うん、そうそう、そうなんですね。油はほんとちょっとうんって感じ。揚げ焼きとかはするよ、その油がちょっと多いんで焼くとかはあるけど、でもあの揚げ物みたいにさ、もう油どんだけ使うねんみたいな、なんかのはちょっと、なんかこう固めるやつ入れてとかあるじゃん。そう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 、でこう新聞紙包んでビニールしてみたいなとかはちょっと大変だから、もったいないし油やんない。そういうのはね、買った方がね安くつくなって思ってるから、そういうのは、うん、買います。の方がすごく効率によろしい。効率によろしい、効率的ですね。今欲しい調理器具ってありますかって、うーん、特にない。もう置く場所がないの、全てにおいて。なんかマジ何人家族の家だよっていうぐらい皿あるし、そう。もうね、なんかね、別にね何があるとかじゃなくて、もシンプルにね場所がないからね。そうそうそう、なんかみじん切りとかさ、やるやつとかさ、めっちゃいいなと思うの。混ぜるやつとか、
ウィーンってなるじゃん。こうやってあのこうやってウィーンみたいなやつ、滑らかになるじゃん。めっちゃったら楽やな思うけど、でもちょっといいやって感じ。うん、お皿ある、多分。そう、でもなんか別にバラバラの皿しかないけどね。山崎春のパン祭りで集めたやつとかでもああいうのがいっちゃいいんよ。白い食器とか一番ご飯を邪魔しない、うん、そういうのが一番いい。実家から持ってきたやつなんだよね、そういうやつって全部。そう、低温調理する機械とか一回しか使ってない。本当でもなんか意外にあってもさ、もうさ、なんか出しておかんとさ、意外にさ、なんかめんどくさくて使わないって言うよね、みんな。大きい機械ってさ、しまったりさ、出したりするのがめんどくさいからさ、結局みんな使わなくなるみたい。でもこう出してたら使うみたいな。でもその出してたらって言うけどさ、そのさ、キッチンにさ、その出しとくスペースがさないよねっていう話じゃん。そんなキッチンの延長線みたいなのがあるんだったらさ、そこに置いときゃいいけどさ、な場所はないけさ、結局しまわんといけんじゃん。そしたらさ、しまわんといけんけどさ、まあ、出すときもめんどくさいやん。そんなこうやってさ、上の棚からこうやってさ出してとかさ、めんどくさいやん。そしたら余計使わへんくなってさ、結局使わへんくなるって。めっちゃみんなっていうか、そういういろんな SNS とかの情報がいっぱい載ってるから。でも出したら使うねんって。だから結局そういうことやねんなと思いました。たこ焼き器は持ってます。たこ焼き器は持ってますね。そうなんですよ、たこ焼き器は持ってます。たこパ楽しいよね。たこ焼き大好きなんですよ。なんかよく実家とかでもの、タコパします。たこ焼きはだからめちゃくちゃ好きですね。アイランドキッチン憧れる。だってアイランドキッチンってなんや。アイランドキッチンがごめんわからんわ、ちょっと待って。アイランドキッチンって何ぞいって話や。ちょっとね、マジです。全然ね、知らんくて申し訳ないわ。何これ？何がアイランドキッチンなんこれ？これ、ん？なんかいろんなの出てくるけど、どういうこと？よくわからんな。開放的なキッチンっていうこと？あ、部屋。ん？部屋にドーン。ん？どういうこと？部屋にドーンってことか。分からん。なんかアイランドキッチンって調べたら後悔って出てきたんやけど。ドーンってあるんやな。なんかこう部屋があったら部屋のセンター取ってる感じ。なんかサイドに壁がない。こう部屋があったらこう、もうキッチン普通さ、どっかが壁に面してるやんけど、その壁がないのよ、両サイドに。孤立してるみたいな感じ。部屋で孤立してるみたいな。でキッチンって部屋の隅っこにあるやんか、チョンって。じゃなくてもうキッチンドーンみたいな。そう、いやどうなんですかね。別にアイランドキッチンじゃなくても、なんか調理する空間が広ければ何でもいいやと思っちゃう。コンロ3口ついてて、あの調理する場所があれば最高ですね。
私前の家なんてコンロなんて買ったからね、あのついてへんからさ、コンロ買ってさ、ガスチチチチチチチやってた。一個しかなかったし、あのこう調理する場所がなくて、まな板一枚置けないみたいなね。あらめんどくさかったわ、本当に。自炊に向いてないなと思ってた。そう、あ、ガスコンロじゃなかった、あれだ、つなげるやつだ、つなげてやるやつ。そう、まあ今はねちゃうけどね、残念ながら。皆さんにお料理選抜のために絶対に見せたくないと言っていたキッチンを見せましたけど、前配信で。いや、私の家は IH じゃない、ガス。いや別に料理がうんぬんかんぬんとかじゃなかったからね、そもそもに。なんかそんな選んでる選択肢はなかった。たまたま行ったとこがそうだったし、でも一人暮らしのキッチンって大体そんなもんよ。基本大体一つで調理する、あ、まあ、IH かなんなりと一つで、で調理する場所が狭いっていうのが普通ですよね。わかんない、みんなの普通がわからん、ごめん。それはめっちゃいいお金出したらそんなことはないけど、普通の学生とかが一人暮らししようとかって思ったら大体そういう間取りやと思うねんけど、あと場所とかにもよるかもしれんけど。そうだし、別にあの頃はその仕事場所でお弁当出てたし、そこまでね死ぬほど暇だっていうほどでもなかったから、まあまあそこまで自炊する頻度も少なかったしって感じですね。うん、そう。そうそうそう、本当はねマジで見せたくなかったんですよね、キッチンとか。だけどお料理選抜のやつで一回は配信、料理配信しないとって思って、もう配信したんです。そしたらさあるファンの人がさ、すごいさ、ゆりなちゃんあんなにキッチン見せるの嫌だったのに料理配信のためにキッチン見せたんだねって、すごいねって、偉いねって、驚いたよ、まさか見せるとは思わなかったからって言ってくれた、嬉しかったです。そう、いや、あれがなかったら一生見せなかったですけどね。え、なんでそんな、シンプルにあんまり嫌だ。え、なんかこれは結構もう本当に、まあ、メンバーも割とよく、まあ、みんなに言ってるかわかんないけど、え、なんかそこまであんまり家の感じを見せたくない。そう、そうなんですよね。もう今の社会はどうなんかわからんから、もうそれで住んでる場所とか、なんかもう間取りとかさ、その感じ、キッチンの感じとかさ、最近何によってさ判断されるかわからないし、なんかそのことに関していろいろ、もうなんかいろいろ言われ、シンプルにいろいろ言われたくなかったの。なんかまあ、うち今の家は一応ね、まあ、見たと思うんです、コンロが3つあんの、3つあってめっちゃ料理するからすごいありがたくて、今のちゃんとまな板もちゃんと置けるぐらいスペースがあるんだけど、今のとかね、まあそれは1人暮らしじゃなくて2人暮らしになったからなんだけど、なんかそれを見て、わ、いいとこ住んでるんだねとか、別にいいとこ住んでないし、全然全然いいとこ住んでないし、なんか
やっぱりお金持ちなんだねとか結局言われるんですよ、そういうこと。だからそれを言われるのがすごく嫌で、だから基本的に何も見せたくなくてそう、それで基本的に何も見せなければ何も言われないじゃないですか。だからそういうの言われたくなくて、でそれになんか反論するとで、なんかうわそうやってさみたいな言われちゃうから、もうそれが嫌だと何にも見せなければいい話じゃんっていう話で、でも見せなかったんです。はい、全然いいとこじゃないっすよ。だってうるさいじゃないですか外いいとこのわけ。でも自分でも正直自分では割と奮発してます。結構厳しいけど、他の多分人から比べたらそんなに高くないですね、この家は。そうそうそう、そんなに高くないね他の人。あ、まあ場所とかにもよるけどね、場所とか、あとは何を捨てるかだね。絶対こう人によってすごいこだわりが強くて、例えば絶対に築年数が若くないとダメとか、築年数がもう5年とか6年とかじゃないと嫌だって言ってるメンバーも多いし、あとはなんか見た目もすごいこだわってるメンバーとかは見た目とか、そう、あとはまあ場所、仕事場に近い場所がいいとか、まあ、駅近がいいとか、あと絶対オートロックがいいとか、そう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 、なんかそういうのでいろいろ変わってくるから。ちなみにこの家はですね、全然古いです。お父さんと同い年ぐらいかなめちゃくちゃ古いですよこの家。私だって基本的築年数50年ぐらいの家しか住んだことない。そうそうなんです、だから古いんですよ。だからクローゼットじゃなくて私押し入れしか住んだことないですもん。部屋の収納は押し入れですよ、ずっと。クローゼットなんてないです。初めて住んだとこはまず物をしまう場所がなかったです。収納が一切なくて、次のとこは押し入れです。で今のとこも押し入れです。だから何を捨てるかですね。私の押し入れが嫌だ、築年数が若いのがいいとか、そうおしゃれとか、そういうのを、あ、やばい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 、見えてたわめっちゃ見えてた、ごめんごめんごめん、なんで見えてた、めっちゃ見えてたわ、聞いてなかった。いやいやいや、あのもう映ってへんと思って上げたら見えてた全然いい、ごめんごめん、最悪、半端やったやんで見えたっと、見えとった。え、これこれかけたらマジか、蜂蜜とかマジか、どうなんやろ、分からへん、かな、オリゴ糖って味専門なの、甘いだけ、どうやろな、何の方が合うの、うん、お、怖い怖いその辺からも映ってんねん、あ、そういうこと、こ結構遠から映る、すいませんね、いえいえ逆ですよ、すいませんね、いえいえいえ、これで何か言われたらごめんなさい。何を言われる、太ももが見えたからさ、キャー太もも、いや別にいいけど、本当にすいません。いや、一概にファンの人はそう思ってるわけじゃないけど一概にそう思ってるわけじゃないけど、あの、いや、そうやって言う人も多いじゃないですか、言う人も書く人も多いじゃないですか。そうだからちょっと申し訳なかったなと思って、妹だからさ、いや別に私のでそうやって言われたら、まあショーパン履いてた自分がなとかって思うけど、これは私のミスやから、ちゃんともうおらん映ってへんと思ってパッてやったら映ってたからおお焦っちゃった。そうそうそう
の仲いい。本当に？あらまあ、ありがとうございます。でも仲いいとは思うね。っていうかでも本当にあの一緒に住んでる時点で仲いいねって言われる。結構メンバーにも妹とそういえば住んでんねんなって言われて、あそうやでって言ったらすごいな妹と住めんわって言われたやっぱり結構一緒に住めないっていう人結構多くて、なんかそれが例えばこうなんやろ大きい部屋で一人ずつの部屋があるとかだったらまあワンチャンありだけど、なんかそうじゃなくて一緒にはちょっと厳しいってみんな言うんよ。そう言われるよな。そうやってだから一緒に住んでるっていう時点でえめっちゃ仲良しやねって言われるの。そうびっくりちゃう。それがねすごいと思った。なんかその感覚がなかったそのメンバーに言われるまで。あそうなんやと思ってて。そうでももともとの家が家族でリビングで過ごすタイプやけんやと思う。あーそういうこと。確かになんか自分の部屋あるのに部屋に行かへんからなみんな。確かにもともとね確かにリビングでみんなでおることの方が多いからな、うん、それはそうやわ。うんそれはそうかも。なんか勉強するときぐらいちゃう。ほんとテスト期間とかさ入らんと。あとはなんかもうみんながお休みって上に上がってしまったから、じゃあちょっと自分の部屋でなんかテレビまだ見たいから見ようとかさ、うん音楽聴きたいから聴こうとか漫画読みたいからとかっていうのはあったけど、でも確かに基本リビングでも今の子ってさリビングっ子多いよな。そうなの。なんか多いらしいよ。なんならリビングで勉強とかでも親が見れるみたいな、それでみたいな、なんか結構多いし、なんかそれもいいみたいなニュースでやっとった。もうめっちゃ前やけど数年前やけど、なんかそういうのもやってた。でもさこれが同性やがちゃいいんちゃう。異性とかさ今さっきお兄ちゃんと無理とかさ、異性やったらまだむずない？なんか異性だったらまだちょっと部屋ないとありやしさ、なんかお兄ちゃんが普通に一般社会で働いてたりとかしてさとかだったらな、彼女さんできた時とかさ気まずすぎやん呼べへんしさ、だからなんかかわいそうやなって思うから。確かに同性やからいける。えそれブドウかな。確か普通に果物買ったの。冷凍な冷凍果物な。全部うんうんそうミックス。うんそうだからなんかそうなんそういうのとかね大変そう。でもどうせやか全然なんかそんなもんないし全然。えやっても基本どっちも仕事なかったら一日中おるからな家で2人でほんまに。あでも友達は呼べなくなったなその代わり。私も昔自分がまだ一人暮らしの時はメンバーと一緒にメンバー呼んで泊めてたこともあってんけど、もう妹がおるからメンバーは呼ばれへんな。その間出て行ってあげるって言ってるそうなんかどっちかって行くその一人暮らししてるメンバーの方に行くってなりそう。うんどっちかっていうとね、家に入れると外出たくなりませんか。いや全然もともとインドアやから何にも思わへんそうりんちゃんの家に集まり道ある。あそうよね、りんちゃん家行きたいってうちめっちゃ言ってんの。それこそ4月30のコンサートがあった時のレッスン期間めっちゃりんちゃんに何回もりんちゃんの家早く行きたいんだけどつって、りんちゃん来てまたご飯しようってめっちゃ言ってる。でもゆいな行ったことあるの、りんちゃんの家と大西の家しかない。大西の家は泊まったことがある。でも泊まったことがあるのはもう大西の家しかない。うん大西の家に1回だけ小田とゆりなと大西と、大西の誕生日会かなんかやったんかな確か。2人が劇場終わりとかで、そう小田と大西が公演かなんかしとった。で
そうそうそう、言った気がする。もうそれしかないな。りんちゃん家は行ったけど普通に帰った、泊まってはない。そうそうやね。でももう何年も前よ、それも。だからだってコロナの前とかやからな、むちゃくちゃ昔やわ。そうそうそう、和田井とぎょうちゃんって珍しい。あ、ほんと？一時期昔めちゃくちゃ仲良かったよ。あの、あれも行ったことある。それこそあの、あかりんとゆりなと大田でスポッチャ行ったこともあるしね。そうそうそう、そう、なんかめっちゃ仕事がよく一緒になってて。そうそうそう、なんですよ。そう、でもやっぱそれからなんかチームも違うければ、まあ小田さん選抜とかになられて全然合わなくなっちゃったね。いや今も仲いいけど、あの昔ほどなんか毎ほぼ毎日会ったりとかするほど合わなくなっちゃった。もはやスケジュールが全然違うから。そう、その時期はめちゃくちゃ合ってたんよ。その仕事がよく一緒になってて、やけどもうそれがなくなっちゃったから、そもそもなんかもうだん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 エイトの仕事も少なくなる。昔はさ、コンサートなりイベントなりって仕事がいっぱいあったから、そうエイトのそれでよく一緒になってたりとかしててんけど、レッスンとかイベントとかで。でももうそれもなくなったし、小田さん選抜だし、血は選抜じゃないからもう合わないし、そうなんかもうスケジュールが違うくなっちゃってるから、なかなか合わなくなっちゃう。でも振り返写真、小田はもう誰とでも仲いいんですよ。基本的みんなと仲いいし、みんなから好かれてるから、それ写真ホルダーとか昔の掘り下げてても小田とのツーショットめちゃくちゃ多いですよ、やっぱり。うん、めちゃくちゃ多かったね。やっぱり私が昔から仲良くしてたその N4 のメンバーとか、多分次ぐらいに写真ホルダー写ってるの多いんちゃうかな、小田。うん、そう、昔のとか振り返ってたりとかしてたもん。そうなんです。そうそう、小田さん人気者なんで。めっちゃ憧れる、ああいう人気者の人たち人たち人気者の、誰とでも仲良くなって、誰とでもなんかその仲良しな感じの人めっちゃ憧れる。私はもう本当に内弁慶っていうか内気やから、仲良くなったらめっちゃ仲良し、仲良くなったらよく喋るし、すごいめっちゃ一方的に大好きってなる。基本一方通行な片思いが多いですけど、メンバーとかもそうですけど、コミュ力高い人がすごく羨ましいですね。高くないことはないんですけど、高くないことはないんですけどね、なんだろうね、難しい、ね、人との仲良くなり方があまりよくわからない。でも仲良くなったらめちゃくちゃ喋ります。お話大好きなので、仲良くなったらもうよく喋る、ずっと喋ってますね。でもそれまではあんまり口数少ないかも。私基本地蔵タイプ伺ってますね、基本的に。こうやってでもこのあれが合わないと難しいかも。そのなんかこう歩み寄ったとしても、あっちもなんかいい感じにこうやってはまらないと、あんまり多分お互いが多分しっくりきたら多分仲良くなる。分からない、何が仲良くなってるのかあんまり分からへんけど、
屋でですか、よく喋ってるの。でも結構いろんな人よく喋ってますけどね、意外に。きょんちゃんとかよく楽屋で誰かしらときょんちゃんはよく喋ってるイメージ。私、あ、私がってこと？私が、誰と喋ってる？わかんない。時と場合による。でも意外に喋ってない日もありますよ。全然喋ってない日もあれば、結構喋ってる日もありますし。でも結構フォーの楽屋は割とお話ししてる子が多いかな、普通に。きょんちゃんもよく楽屋で誰かとよく喋ってるし、めぐさんとかも結構明るくてよく誰とでもし、あやみんとかもよく喋ってたりとかするし、そう、結構なんかもともとよく喋ってる子が多いから、なんかシーンっていうのないかも。で、自分もよくその喋る、そのなんだ、喋るその内容とか、なんかそういうの話題とかがあったりとかしたら、え、それってなんとかやんなとか言って入ったりとかするし、よく喋ってるし、そう、だから結構ね、フォーはね、シーンってなることがね、ないかもね、基本的に。うん、割とみんな結構喋ってますね。うん、私もよく喋ってますし、だから多分あれじゃない、そういう明るい人がいるかいないかとか、わかんないけど。あ、ほんと、フォーが一番バチャでした。そうかな。でもまあ結構そんな感じじゃないかな、わからないですけどね。他のチームをちょっとわからない、覗いたことがないから、あんまちょっとわかんないんですけど、ずっとフォーしかないんでね、私は。わかんないし、他の楽屋もちょっとわかんないけど、どうなんですかね。でもこれチーム性がなくなったら、私ぶっちゃけもしかしたらめっちゃ静かな人になってるかもしれないいや結構ね、静かな時は静かよ。私だって意外にね、雫公演の時めっちゃ喋ってるかって言われたらね、そんなことないですよ。割と静かですよ、私。なんか私は結構気にしいなので、喋れる時は喋ってますけど、喋れない時は喋らないですよ。周りが喋ってたら別に喋らない。だからまたもしチーム制なくなって、まあ、18人制に変わるじゃないですか。多分人見知りめっちゃ出てて、多分めっ全然喋んなさそうだな。なんかめっちゃ仲いい人とかがいればいいんだけど、でもそんな組み合わせどうなるかわかんないから、なんかそうじゃなくなった時はもう本当に喋んないかもしれない。やっぱチームってなるとさ、このチームで仲良く一緒に頑張っていこうっていうのがあるじゃないですか。だからそれでやっぱり仲良く、みんなともっとなりたいし、仲良くしていこうとかって思って喋るんですけど、それがないってなるとね、多分毎度毎度人変わってたりとかってなると、どうなんですかね、分かんないです。分かんないな、どうなんだろう。でも昔の私とはだいぶ変わりましたけどね。だいぶ話しかけに行くようにもなったし、そこまで人見知りが激しくはなくなって、あれだけどな。でもやっぱも
もともとがね、やっぱそういうもともと陽気な人とさ、陽キャと陰キャではだいぶ違うからね。そう、そうなんですよね。どうなんですかね。昔の MT 公演の時とかもう地蔵でしたからね、一言も喋ったことなかった楽屋で。だってみんな先輩だったし、それまで先輩と関わりがなかったから本当に喋れなかったり、緊張しすぎて常にガクガク、やばい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 って感じだった。もうガッチガチでしたよ、ガッチガチ、やばかった。みんな先輩で、先輩と関わったことなくて、ほぼ初めて先輩との仕事だったから、もうガッチガチでしたね。だから楽屋で一言も喋ったことなかった。だからいつもよく喋ってるから、自分がそれを見たスタッフさんとか、マジで MT 公演の仰天は地蔵だったってよく言われてました。もう MT 公演の仰天マジで静かなんだけどってスタッフさんによく言われてましたね。でもまだその時ってさ、全然あれだったからね。うん、やっぱね。そうなんです。めっちゃ緊張しました、本当に。ドッキドキでしたね。私もやっぱ自分で振り起こしとかしてってやってきたから、もうやっぱ迷惑をかけてはいけないっていう風にあったから。MT はね、結構ね、演出とかがいろいろ多くて結構大変でしたね。なんか劇場公演っぽいっていうよりかはコンサートっぽい演出に近かったから、そう、私やっぱあの頃のね、あの、まあなんだろう、すごい人もいっぱいいましたしね。なんか今じゃもう自分ら割と上の方で、中堅より上なんですよ、もう10年目ってなると、今の AKB だと。なんであれなんですけど、でもなんか未だにまだ先輩感ないね、自分の中では。いや、もうどう見ても周り見たら先輩の方が少なくなってきてるし、後輩の方が圧倒的に多いんだけど、なんか先輩っぽくない、自分。先輩っぽくないよね、自分。まあ、自分も思うよ、先輩っぽくない。そう。けどね、なんかその、なんだろう、あの、あんまり17期、18期、18期ちゃんなんてほとんど会ったことないし、17期ちゃんはね、たまに見るけど、でもなんかあんまりまだね、関わったことがね、ないんだよね、そこまで。うん、18期ちゃんなんてね、ほんとそこまで関わりがない、ないね。なんか意外に結構17期18期ちゃんって昔の8っぽいなって感じ。もうなんか多分運営的にも17期18期って売り出したい感じだから、割とさ17期ちゃん18期ちゃんっていう感じのさ、あれじゃん。だからあんまりね、こうないんだよね。なんか昔とかだったらさ、研究生がチームのアンダーについて、でその研究生の子たちと仲良くなるとかってあったじゃないですか。だけどもうそれがないから、そうだから、なんだろう、そのアンダーっていうのがなくて、もう劇場ぐらいしか私たち仕事がないわけじゃないですか。選抜の人とかだとね、17期ちゃんの選抜のことなんか
良くなったりとかあるんだけど、もう会うことがないのマジで。で前座たまにやってるけど、私あんまりね前座がねある会になくて、結構ほとんどね私出てる時前座ないんですよ。そうだからそもそもにそこでもあんまないし、そうだからあんまり関わるタイミングがなくて、そうなんか全然話したこととかもねほとんどないの。そのなんか前アンロケかなの時に17期ちゃんのやつでゲストとして出たじゃん、あの時にちょっとこうから初めて絡むみたいなことがあったぐらいで、そうだからねなんかそうなの、昔みたいに研究生ってなってえなんかよろしくねみたいなかないから、そうなんか17期ちゃん18期ちゃんって感じ、すごいちょっと8っぽいなんか別枠って感じかな、あそこの2つの研究生は結構別だから、そうなんかね、なんかあんまり仲良くなる機会がない。ねえなんかない、あのまあチームなくなるからそもそもさあれないのか、研究生制度っていうのがないもんね、チームの研究生ってやつがねないから。そっか、なんかでもある方がいいよね、の方がさそのさ17期ちゃん18期ちゃんとかさもっとさ仲良くなれるのにさ、なんかそういうのがないとさほんと仲良くなる機会ないんだよね、てか合わないしそもそも。なんか昔みたいに大きいコンサートがいっぱいあるとかわけでもないし、えなんか本当にさなんかよくわかんないけどさ全然合わない、本当に昔の8見てるみたい、 AKB48 みたいな、先輩たちも全然8の子に合わないよねみたいな感じだったじゃん、でうちらも全然先輩とお会いする機会ないなみたいな感じだったから、そうね、なんかあれだよね、難しいよね。となったら17期ちゃんとか18期ちゃんってもなんかあんま研究生って関係なさそうだね、正直ね、あんまなさそうじゃない、研究生とはなっててるけど、あんま研究生とか、あんま関係あるんかな、あんまよくわからんけどね、なんかそこまでだって今までだとさ同じ同期でもさ研究生組と昇格した組でさ、でその昇格した組から選抜があってとかさあったけどさ、今別に研究生でも選抜だしね、あんまり関係ないのかなと思ってきた。今まではそのさ研究生から昇格するのにすごい悩んだりしてた人もいるじゃないですか、すぐ昇格できた人もおれば、なかなか何年も何年も研究生でさ同期で昇格してさ選抜入ってるのに自分まだ研究生だとかって悩んでることがもいたけどさ、そういうのがもうないから、なんか別にそこまでなんか変わんないのかな、なんかあんまそういうのなくなってきたのかなみたいな感じがするよね。おめめかゆ、よしそんな感じで終了しよう、そろそろお休みメール送れなくなっちゃうからね、あと15分だ、よっしゃ、13位あきひこさん、12位シュガーさん、11位はるたろうさん、10位しんどさん、9位ちかいしーさん、8位はあんまつさん、7位さわまささん、6位なっぴーさん、5位ぬけおさん、4位横井よしさん、3位タカさん、2位デュークさん、そして今日の第1位はメトロポリスさんです、イエーイ。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。てなわけでまた明日の配信で、明日の配信でお待ちしております。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。またねー、バイバーイ。